フィンランド銀行は、フィンランドの中央銀行。世界で4番目に古い中央銀行である。フィンランド銀行は1812年3月1日、ロシア皇帝アレクサンドル一世によって、トゥルクで設立され、後1819年に、ヘルシンキに移設された。ユーロがフィンランドに導入される1999年まで、フィンランド銀行は、フィンランドマルッカの発行。 調整を行っていた。フィンランド銀行は、フィンランドの中央銀行であり、また、欧州中央銀行制度にも参加している。さらに、フィンランドの通貨政策を司る機関であり、通貨供給と外貨準備の責任を負っている。フィンランド銀行は、フィンランド政府が所有し、また、議会の監督理事会と銀行内の機関である、役員会を通じて、 フィンランド議会が監督している。役員会はフィンランド銀行の業務を担当し、監督理事会はフィンランド銀行の運営や活動、その他の法令上の義務などについて監督している。フィンランド銀行は1998年に定められた同銀行法の下で運営されている。フィンランド銀行にはヘルシンキ、クオピオ、タンペレ、オール、トゥルクに地域支部がある。 フィンランド銀行の長は総裁であり、総裁は役員会において議事進行を務める。ありがとうございます。